皆さん、こんにちは。ソプラノ歌手の早間里奈です。春めくあなたと歌うコンサート in 大阪の講師をしています。今日はクラシックの名曲第九と日本の名曲ふるさとの2曲を歌います。今日はあなたと歌うコンサート in 東京の講師をしているメゾソプラノ歌手の下園理恵さん、そしてこのコンサートのゲストとして大人気のテノール歌手新場茂人さんと一緒に歌いたいと思います。メゾソプラノ歌手の下園理恵です。テノール歌手の新場茂人です。それではまずは第九をアカペラ40章でお届けします。Freude, Schöne, Gedanken, der Tochter aus Elysium. Wir mit Frieden wollen gründen, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauberrinde wählen, was die Mond ist, mein Geteilt. Alle Menschen bilden Brüder, wo dein Zauber Friede weicht. Deine Zauberrinde wählen, was die Mond ist, mein Geteilt. Alle Menschen bilden Brüder, wo dein sanfter Pflege weicht. 第九、お楽しみいただけましたでしょうか。改めまして、ソプラノ歌手の早間里奈です。メゾソプラノ歌手の下園理恵です。テノール歌手の新場茂人です。皆さんこんにちは。こんにちは。この3人でリモート動画を撮るのは初めてで、ね、緊張しました。ドキドキしましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、こうリモート演奏というのはね、こう今こういう状況になって我々演奏家の中で結構よくやられるようになって流行っている言葉でもあるんですけれども、こう別々にね動画を撮影してそれを後で、合わせていくというね新しいやり方なので、とてもまあ難しいことではあるんですけれども、とても楽しかったですね。そうだね、あの私たちはまだこの動画の完成形まだ見てないんだけど、うまくできてるといいね。そうだね。で、第九はやっぱり40章なので、どうしても皆さんには40章としてお聞かせしたくて、今回は新場くんにテノールとバリトンをお願いしちゃいました。ありがとう。とんでもございません。いや、あの僕もね、第九はあのテノールもバリトンも昔歌っていたので、久しぶりに歌うことができてとてもそれも新鮮で嬉しかったです。そしてね、あの僕もリモート演奏の動画何個か作っているんですけれども、この3人で演奏するというのは初めてのことだったので、とてもそれも新鮮だったし、久しぶりにね顔も見れてとても嬉しかったですね。はい、完成が楽しみですね。では次は日本の名曲ふるさとをアカペラの30章でお届けします。よかったら皆さんもぜひ一緒に歌ってくださいね。それではお聴きください。雨に風に包む
お楽しみいただけましたでしょうか。あなたと歌うコンサート再開の時にはぜひ遊びに来てくださいね。それではお体にお気をつけてお過ごしください。チャンネル登録もよろしくお願いします。